つけ、礼。大城の根、よう。えい、えい、三、と、四、五、六、えし、えい、八、九、よ、えし、と、えい、三、四、五、えい、六、えし、八、九、よ、と、えし、え、三、四、え、五、六、え、八、と、九、よ、えし、え、え、三、直れ、休め、礼。そして、礼。大城の根、よう。えい、えい、三、と、四、五、六、えし、えい、八、九、よ、えし、と、えい、三、四、五、えい、六、えし、八、九、よ、と、えし、え、三、四、え、五、六、え、八、と、九、よ、えし、え、え、三、直れ、休め、礼。それでは大城の根の型の解説をします。まずこの姿勢を下げ棒と言います。はい、棒の動作はいろいろあるんですが、まずこのような姿勢、これを立棒と言います。いわゆる休憩の姿勢ですね。続きまして、動作を始める前に準備の姿勢が下げ棒と言います。横を向いてください。反対、45度の角度で手のひらが上になるように棒を持って脇の下に挟んでこのように構えます。はい、正面を向いて、で礼をするときには胴着の前を押さえるようにして礼をします。はい、礼。これは昔着物や袴を着ていた名残があります。胴着を押さえて衣服の乱れを押さえながら礼をする、そういった名残がありますので、この棒術については必ず前を押さえで礼をするようにしています。はい、用意ですね。用、このようにして用意の構えになります。必ず自分の顔の上で棒は持ちます。それから必ず棒の先が自分のくるぶしのところ、ここに来るようにするのが構えの基準です。身長の高い人はこちらが短くなりますが、棒を使うときに手をずらしながら調節をして使います。横を向いてください。横を向いて、はい、腰の真横に棒、右手が来ますので、若干棒の上の方が前に出て下の方が後ろに下がるようになります。まっすぐではありませんので十分気をつけてください。はい、正面を向いて、この構えは下について相手に砂をかける、そういう動作の意味がありますので、最初の構えで、いや砂かけの構えという砂をかけるという、意味がこの中には含まれています。続けていきます。よし、低後屈立ちになって下段払いですね。外側から相手の下段の攻撃を払います。この時の右手は自分の胸の間に拳が一つ入るぐらい間隔を空けます。体につけてはいけません。必ず拳が一つ入るぐらい、このまま棒が上がった時に自分の顔に当たらないように構います。はい、えい、はい、上段打ちです。必ず棒を上げて耳の上まで上げて、この状態から打ち込みます。で向こう向いて打ち込んだ時、前の手は自分の肩よりやや下がります。棒の先が自分の目の高さになります。これが、動作の基準ですね。正面を向いて
次つきます。えと、つくときには一旦引いて自分の水月まで引きつけます。これ引き落としの構えと言います。この状態から踏み込んでつきます。この時の立ち方は四股立ちに似ていますが、四股立ちの状態から一足ずらした立ち方です。これを添え腰立ちと言います。添え腰立ちになってつきます。前の手は内側にひねり込んで、後ろの手はそれを同じようにひねり込みます。で、脇の下に棒をしっかりと支えるようにして、挟むようにして棒がぶれないようにします。横から見たときに向こう見て、横から見たときに棒は床に対して水平になるようにします。どちらかがこう下がったり上がったりしないようにまっすぐについてください。はい、もう一回正面見てください。次の動作です。えっ、これ払い受けと言います。車のワイパーが回るように相手の突き、自分の中段をついてくる突きを外側から回して受けます。これも斜めに向いて、向いて角度としては45度の角度になります。これが高くなりすぎたり低くなりすぎたりしてはいけません。必ず45度に構えてください。はい、正面、もう正面見て、はい、この状態から、こちら側で相手の手元を攻撃して、さらにこちらを回して相手の脳天を打ちます。連続技です。えっ、一つの足の動作で2回攻撃をします。沖縄ではこういう動作を一足二拳というふうな言い方をしているとも聞いています。えい、引いて、ね、引いてまた払い受けですね。下段払いです。足、はい、正面打ちです。気合は突きで1回入れます。それから上段打ちで1回入れますね。気合の入れ方としてはお腹の使い方に関係があるんですが、突くときにはほう、打つときには、えい、このように気合を使います。おう、えいと使い分けますので、その辺はよく意識して行ってください。はい、次です。え、後ろ突きです。これは完全に四股立ちになって、後ろに、後ろの敵に対して水平に突きます。この時の右手の方が自分の水月の前に来ます。はい、えい。今度は上段受けです。この状態ですね。後ろ突きの状態から後屈立ちになって一旦腰に引いてから相手の攻撃を払います。この時も、こちら向いて、こっち、はい、45度の角度になりますね。これも45度の角度で相手の攻撃をしっかりと払います。はい、目の持って、はい、えっ、えい、5、3、えっ、おう、よく、えい、えいち、はい、右足を軸に左足を回して、方向を変えます。あとはこの同じの、直ってください、直って、あとは同じ動作の繰り返しになります。最後のところですが、正面を向いて、はい、正面を向いて、はい、そこから直れ、また砂掛けの構えに戻ります。この時は初めの時もそうですが、閉足立ちです。休め。ここで構えを解いて、下げ棒の形になって、足は結び立ちに戻ります。で、手を前押さえをして礼をします。礼、はい、以上が大城の紺の動作の解説です。気をつけ、礼、大城の紺、用注意、レイ、レイ、